はいどうもこんにちは、フーガです。今回はエピソードファイナル、仮面ライダー龍騎エピソードファイナルをやっていきたいと思います。勝者の望みを叶えるライダーバトルの最中、街に無数のミラーモンスターが溢れ出す。仮面ライダー龍騎は仮面ライダー龍騎を倒し戦いを生き抜くことができるのかということで、仮面ライダー龍騎の別ルートですかね、パラレルワールドの別ルートがこう中心になっている物語です。まあどのルートにもいない仮面ライダー龍河というものが出てきます。多分テレビスペシャル版と本編、テレビ本編とは出てこなかったよね。 SP にも出てこなかったよね。でエピソードファイナルだけに出てくる龍河が出てきます。はい、ということでやっていきたいと思います。はい。なあ、お前たちもライダー同士で争ってるって話本当なのか。まあそうです、今では当たり前ですね。だったらなんだ。俺たちの世界ではライダー同士は殺し合いをやっている。最後に生き残ったやつが願いを叶えられるってけしかけられてな。殺し合い？勝ち残ったやつが全てを手に入れられるか。分かりやすくていい世界じゃないか。カイト、お前本気でそんなこと言ってるのか。弱者どの世界においても強者に全てを奪われる運命だ。でもバロンがさ、実際に殺し合いをやってるとこを見てどう思うんだろうね。まあ他の作品でもライダー同士の、まあ殺し合いじゃないですけどバトルっていうのは普通にあるじゃないですか。ライダー同士今ではもう珍しくないですけど、でも龍騎は違うんですよね。本当に本当に殺し合いなんですよ。それをどう受け止めるかっていうのはちょっと気になりますね。戦いたくても戦う力を持てない人間だってたくさんいる。そういう奴らを守るために俺たちの力があるんじゃないか。ふざけたことを。俺もそいつと同じ考えだそいつたとえどんな願いがあったとしても他人の命を犠牲にするなんて間違ってる。くだらない人助けに興味ない。俺が欲しいのは最強の称号だけだ。ふざけて思われてるだっていい。俺はこの戦いを止めるために戦う。さすが木戸慎治。神崎四郎の暴走により、ミラーワールドと現実世界の壁が消え、大量のミラーモンスターが現実に出現してしまう。仮面ライダー龍騎、木戸慎治は先行して戦っている仮面ライダーナイト秋山蓮の元に急行する、はい、しかし現実世界の危機はミラーモンスターだけではなかった。ここですね。ミラーワールドの仮面ライダー龍河が自身の強さの証明と現実世界での体を求めて彼らに迫っていた。はい。まあ龍河の目的は、まあ龍河と龍騎ってまあ似てますけど、まあミラーワールドの木戸慎治というキャラクターなんですよ。で実際にこのミラーワールドの木戸慎治っていうのはちょっと矛盾というか設定が甘い部分がありますので、まあ細かいところの説明を省きますけど、まあ現実世界に受肉、はい、現実世界での体を手に入れるために木戸慎治を乗っ取るわけですね。はい。でまあ木戸慎治とミラーワールドの木戸慎治が合体するともう、まあミラーワールドの木戸慎治っていうのはあんまり正しくなくて、仮面ライダー龍河って言った方が正しいのかな。はい。一応ミラーモンスターであるという感じですかね。ちょっとまあほんとここら辺は設定がよくわかってないんですけどね。はい。ということでやっていきたいと思います。まあわかりやすく言うと、木戸慎治から優しさを抜いた感じですね。はい。なので、はい。まあ龍騎はね、まあいいや、もうやろう。はい。やっていきましょう。マップを見てみて。仮面ライダー龍騎っていうのは平成仮面ライダーの3作目なんですけど、まあここから平成仮面ライダーが始まったと、まあアギトとクーガをないがしろするわけではないんですけど、まあ本当の意味で始まったっていうのは龍騎からっていうのはあながち間違ってないんじゃないかなと思います。蹴りをつけるか。あ、ナイトの声ちょっと違います、ね、残念はい。それまでね、ライダーバトル
ていうかライダー同士が戦うってことはそんなにねなかったで、まあそもそもなかったんですよ。だって仮面ライダー同士が戦うなんて普通に考えればねおかしな話なんですけど、まあすごいですね、仮面ライダー同士が願いをかけて自分の願いをかけて戦うという、はい、異色も異色というかね、はい、今までなかった話なだけあって、今後のシリーズあとね、しかも仮面ライダーだけじゃなくて、まあ、いろんなこう作品創作物にいろんな影響を与えていると言われている作品もありますね、はい。まあ、バトルロワイヤルっていうのはまあこれ以前にもあのビートたけしさんが主演だったかなを演じたあのバトルロワイヤルとか、まあ、今の人だと PUBG とか荒野行動とかああいうフォートナイトとかね、ああいうのでバトルロワイヤルってことは浸透してますけど、おそらく広めたのはもうこの仮面ライダー龍騎だと思っています。だからはい、びっくりした俺のこと言われてるのかと思ったらこれこのガードベントで必死に突進してることこのゲームはね本当にバランスが悪いんですよ。こういうことをやってればやってる方があの進むゲームとしてはちょっとあれですけど、キャラゲーとしてはねまあいいと思いますけどね、はい。まあ龍騎の後はファイズなんですけど、まあその後のファイズも平成仮面ライダーに与えた歴史は多くて、あ、まあいいや、語り出すと止まらない。来た、かっこいい。若干ね龍騎と違うんですよ、あの目の結構釣り目なんですね。まあコピーに見えてコピーというかいいですよね。あ、逃げた。おい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 、協力して戦うんじゃねえのか。まあ実際もここは軌道信じたい、軌道信じたい。来た、お、ちょっと龍騎が空気読めないみたいな。ほんとね、多分龍騎とファイズってのは今のこの今もう01ですけど、メイワーライダーですけど、多分もうその一時勢を作ったのはもう本当にもう龍騎とファイズなんじゃないかなと。ライダー同士の戦い、この奇抜なデザイン、怪人側の描写、今まで怪人っていうのはただ倒されるために出てくる存在だったんですけど、それに他の意味を持たせたって意味ではファイズのすごいことだと思うんですよ。でまあそれが当たり前になって、まあでも龍騎の方がでもすごいね、まあ方がというかあんま比較的比較論ではあれなんですけど、はい、何でもできるようになったのはこう作品作りにこう自由度を広がさせてくれたのはもう龍騎ですアギトとクーガって多分ね何も知らなくてもあこれ仮面ライダーですねってなるじゃないですか。でも龍騎からファイズまでは下手したら今見てもね仮面ライダーっぽくないっていう人はいると思いますじゃあサバイブで、はい、まあ、記憶フォーム自体はクーガからありますね決まってしまった。はい、ファイナルベント、敵中率なんだよ、必殺率 100% のライダーキック、かっこいいよねこのポーズも。あコツ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 
天から天と地とかとかと、はい、倒しました。ほんとね、こう終わってからのシーンの方が重要だから笑っちゃうな、なんかやらへんのかいと思っちゃう分かってても思っちゃいますね。はい、ということでエピソードファイナルでした。次はまたこれすごい出てくるな、これまた別の隆起またって言っちゃうの面白いな。はい、まあこれは動画にしません。この別のシャドウ仮面ライダーっていうんですか、はい、しません。はい、まあ隆起は、隆起とファイズに関してちょっと僕がだいぶ世代なので熱く語ってしまうとこがあるんですよまあちょっとロスト、パラダイスロストは本当お粗末だったんであんま語りませんでしたけどね。はい、まあ次は何が来るのか楽しみです。お疲れ様でした、ご視聴ありがとうございます。